ですか。あ、すみません、この橋本さん確認ですけど、橋本さんご自身は戦争中に、性の解消策として女性を使う活用することは悪いと思ってらっしゃるんですか。今の視点で言ったらダメでしょ。それは今誰もそんなこと認めないでしょ。当時のことなんか当時の人しかわからないじゃないですか。そんな議論しても今はとにかく僕はダメです。どう考えてもそれは僕自身が、だからそれは佐藤勝さんがいろいろ批判をして、橋本の論調でいけば奴隷制度まで認めることになるのかと言いましたけどね、行為時点と評価時点を佐藤さんは完全に混乱してますね。僕は当時の人間じゃないんですから、それは当時の状況において判断などできないですよ。ただ僕は今この橋本徹という今生きてる人間としたら、それはダメなものはダメなんです。それはでも当時悪かったから道義上の詫びであるとか道義上のそういった申し訳ないという気持ちをお持ちになるんじゃないですか。当時だってルールで許される場合もあるわけでしょ。僕は慰安婦の問題はとにかくダメなものはダメです。それは当時のことを自分では評価できないんだけれども、必要だったというその全体の状況については断言ができるということですか。必要だからみんなやってたんでしょ。それは必要性と許容性ってものを間違ってますよ。必要だからといって認めたわけじゃないんですよ。必要性がなかったらみんなやらないじゃないですか。みんな必要性を感じてそういうことをやってたんじゃないんですか。じゃあなぜその現地の女性を性の対象として使ったり慰安婦っていうものを活用したんですか。軍はなぜそういうことをやったんですか。別に必ずしも必要じゃなくてもやることはあると思うんですよ。その選択の範囲でどういうことですか。必要性がないのになる。必要性があるそんなのはもうね、言葉のそんな問答をしたって意味ないです。そんな全問答必要というのはなければならないものという意味だと思うんですよ。違いますよ。その本人たちが要望してたってことも要求ってことも必要じゃないですか。じゃあ辞書を引いていただければ、いただければと思います、なければならないものという意味だと思います。いやそれだけじゃないですよ。要望、必要とするっていうのは、じゃあ必要っていうのは要求ってことでもあるじゃないですか。その点で誤解が生まれたのかなと今思います。それはだから日本人の国語力といいますか、全体の文脈、文章全体で見ればちゃんと理解しますけども、メディアの方は一文だけを聞いてそこだけ取りますから、それは国語の読解力の問題だと思いますよ。必要性なんて言ったってそれは認めたわけでもないし、必要っていうのは別に必然性なわけでもないし、じゃあ鉛筆を必要としてる、そういう言葉遣いしませんか。しないんですか。それは何かを必要としてるってのは、それは要求するとかそういうことじゃないですか。だから要求してるから、そういうふうにみんな慰安所とか慰安婦とか現地の女性を活用していた、世界各国がみんなやってたの、じゃあなぜなんですか。必要としてるという言葉と必要だったという言葉は意味が違うと、ニュアンスが違うと思うんですが、そんな細かなことはもう新聞社の中でやってください。普通の会話の中ではそんなところまで考えてなんかやりません。とにかく僕が正確に言いたかったのは、当時世界各国はそのような戦場の性の問題として女性というものを活用していた、そういうものを、ある意味必要としていたんでしょうと、そういうことはみんなわかるでしょうと、それはみんながやってたんだから、でもそれは絶対ダメですよ、そんなのは絶対許されませんよと、アメリカもダメだダメだって言ってることをじゃあなぜやってるんですか。普通の会話の中で細かい言葉の定義にはこだわらなくていいかもしれませんが、私たち新聞社は記事を書くときにこだわりますし、政党の代表がテレビの前で喋るときにも言葉の細かい意味には、特にこういった海外に、じゃあ囲み全部やめましょうか。いいですよ、やめましょうか。1年にもう一遍の記者会見だけでしましょうか。朝日新聞がそういうんだったらやめます。そこまで全部チェックして、話すことを全部一言一句チェックして、あなたたちはみんな構成か何かの舞台があるのかも分かりませんが、僕は何にも用意せずしてこれ喋ってるんですよ。口頭の代表だからやれって言うんだったら明日からやめます。いいですか。そうではなくて、いやいや待ってください、それは重要ですから。もうこれメディアの方からそういうこと言われるんだったらもう過去にやめます。どうですか。一言一個全部チェックしろって言うんだったらやめますよ。それは文脈をきちんと取ってね、全体の文脈を取ってきちんと行動するのが皆さんの役割でしょ。揚げ足を取るんじゃなくて、もし一言一個全部チェックしろって言うんだったら構成とかそういうことに欠けるんでね、それだったらもうやめます。どうですか。僕は皆さんに言いたいのは、揚げ足を取るんじゃなくて文脈でしっかり判断しろっていうことですよ。朝日新聞なんか最低ですよ。当時っていう言葉も全部外してね、橋本は慰安婦必要だ必要だってことや、毎日新聞のタブロイドしても最低ですね。慰安婦は必要でしょっていう、あんなの週刊誌以下ですよ。それをやるんだったら明日からもう
過去分やめます、これ任意になってる。ご指摘の点は最もやめましょう。いやちょっと待って、いや無理です、言わせてください、言わせてください、今日で最後にしてください。私どもはこれ朝日新聞の佐古記者の方からね、一言一句テレビカメラの前で喋るときは一言一句全部、詳細に司祭に、それは慎重にすべきだっていう、そういう要望がありましたので、明日から過去分やめます。私はそんな要望はしてません。私が申し上げたいのはやめます。朝日新聞では初日からですね、13日の次の14日の朝刊から代表の言葉、かなり長い文量を取って用紙で紙面に載せていますし、デジタル版ではやり取りの全文を掲載しています。14日が何かには見出しで必要って書いたでしょ。じゃあちゃんと普通にその詳細版書いたらいいじゃないですか。当時って言葉外してるじゃないですか。いや、本文の中では丁寧に表現させて、13日の夕刊では各社が当時必要だったというように書いて、その日の夕方に市長は反論されず、ツイッターも私14日でも読み返したんですけれども、それもその点については反論せず、15日になって当時のは当時の制度を読み出すつもりはないというふうに、いや当時は言ってるんですよ。そんなの反論して、僕はそれ仕事やってるんだから、いつ反論するかっていうのは時間ぐらいくださいよ。皆さんそれを報道するのが仕事だけど、僕は姿勢もやってるんだから。その一言一句っていうのは別にそれは1時間とか2時間経ったからといって反応がなかったから全部容認って、それも応募です。1時間じゃなく2日間経ったんです。2日間ぐらい時間をください。みんなの原稿は皆さんのその記事とか特集記事というのは大体1週間か2週間かけて記事載せてるじゃないですか。まあいいですよ、今日が過去に最後なんで。ちょっと待ってください、今日はやらないですよ。報道陣としてその必要という言葉、記者会見しかやりません。必要という言葉を改めて、今回はもう第5報をやられたんで、ね、まあでもアメリカとしっかりこれから接触できるのである意味ありがたいですけど、ちょっとお話だけでも聞いていただきたいんですけども、必要という、はい、すみません、ちょっと代表